始まりました。IUO ちゃんねるです。皆さん、こんにちは。テラケイです。アッキーです。今日は、アッキー先生、どのようなお話になります今日か？はですね、そもそもね、寺圭君、はい。だいぶ配信をサボってるんじゃないかい？いやいや、なんか、僕標的にされてますけど、僕だけの問題じゃないですよね、これは。まあ、まあまあ、ね2週間に1回ですか。作戦会議で2週に1回で行こうと。うんうん。で、あとは、まあね、せっかくだから10月のキーワードって話もね、月初にしてうるん。わけなんで、ええ。まあちょっとそれを踏まえた話をしましょうみたいなね。はいはい。うん。で、どうですか、寺家君、10月。いやー、10月いいですよ。いいですよ。そこまでなんて言うんですかね。うん、環境みたいなのが変わったわけではないんですけど、うん。めちゃめちゃ調子いいです。もうなんか、こうやって生きてったらいいんだっていうのがよく分かったみたいなの好き。おお、すごいですね。なんか、だから、今までのその、7月、8月、すごく辛くて、うん。とんでもないぐちゃぐちゃして、いや、もうやだ、もうやだ、みたいな感じになってたんですけど、うん。まあ、9月ぐらいからだんだんそれが落ち着いてきて、うん。ちょっとなんか、そういう、こう、地盤固めるじゃないけど、本当にこれやっていきたいよねっていうのが、ちょっとずつ出てきたみたいな感じで、おおでそこから、まあ、10月、それをこう継続していってる流れの中で、ー。うん。ああ、自分ってようやっと元気になったな、みたいなのを感慨深く思うんですけど、なるほど。まあ、よくなんそんだけ苦しかったもんね。そう取り戻した。自分をこう本当にこう、今までとは違う。うん。違わないのかな。本質的な自分をこう、取り戻しにかかってっていうか、うん。なんかそんな、下に引っ張るような引力みたいなのがだんだん薄れてる感じがしうーん。ます。アッキー先生はどうなの？そうね。まあ、言う通り7月、8月、9月みたいのがまあまあ濃かったので、うん。まあ実に今平和な日々だよね。あ、やっぱりそうなんですか。なんかうもうん。心穏やかみたいな。うんうん。で、ただ、ちょっとびっくりしたのが、ずっと治療院始めてたから、ずっとあったサボテンとかが、いきなり見たら傾いてて、えと思って。うんうん。何の前触れもなく、例えばね、なんか元気なくなってきたんだとか、なんかいろいろあればいいんだけど、うん。いきなり数日でもうなんか根元がおかしくなってて、えー、これは、なんか一般的に考えると植物が枯れるとかそういう時っていうのは、なんうかん。こう、なんて言うんだろう、自分の状態が悪いとかね、うん。何か受け取ってくれてるっていうのが非常に多いんだけども、うん。特になんかそういう心当たりもなく、うんある意味で言うと、ここ最近の流れを見てると、あ、なんかその前の日にも思ってたんだよね。なんかが終わった、みたいな。うん。それは、終了した。ある意味で言うと、今までの、課題として持ってたものうん。が、なんとなくこう、ちゃんと終わりを迎えて、うんじゃあこれから歩んでいきましょうみたいな感覚がちょうど感じた次の日だったりしたから、えーうん。だからある意味で言うと、あ、もしかしたら、ね、治療を始めてきて、まあ、プレオープンも含めると、まあ、12年経ってるんだけど、素晴らしいですね。なんとなくその、ね、新しい一歩というか、あ、ここからまたなんか始まるのかなっていう感覚を持ってたので、うんうんううん。んまあ、そっちサイドで何かのお知らせなのかなというふうに受け取ってますけどね。もしかして、もしかして、うちの、ガジュマルも元気なんですよ。うん。なんか、根っこのとこが、しおしおしてて。いや、葉っぱはすごい生えてるんで、なんいとやいや、なくこう、そうよ。上は全然元気だったよ、サボテンも。ほんと根元だけよ。俺、それかうん。何なんだろう。いや、なんか、物理的にね、根腐れみたいな風にこうなっちゃったのかなとか思ったんですけうど、ん。なんか、そう、そうですね。確かに結構前、それこそなんか僕は結婚した当初に買ったガジュマルだったのうで、ん。うん。今すごくなって、家庭も落ち着いてるっていうか、うん。そういう変化があったから終了の合図なんです。ねえ。なんかわだかかんなら、く、まあまあ、例えばね、これが先月の段階でこれが露骨だと、うん、先月は俺足元固めろみたいなね、うん、下半身強化っていうところで話をしてたと思うんだけど、うん。その中でもしそれを示されたら、おい、お前の足元大丈夫かっていう捉え方になるんだけど、うん、もう今月はもう仕上げだから、うん、うん、うん、で、来月はまだ言えないけど、うん。もうまさにね、上も下もないみたいなね、これじゃ言えないけど、って聞きたいくう、なっちゃう。ことだから、まあ、こういうことが起こっても別に不思議じゃないかなと。うん。で、あと、早いよね。いろんなことの結果が出るのがね。うん、うん、うん。うん。だから、ある意味で言うと、すぐ答え合わせができる。でも、結そ果のが出る際の、に、どうぞどうぞ。すいません。結果が出るのが早いっていうのは、うん。と例えば疑問に思ったことを、これって何なんだろうと思ったことの一種のアンサーがすぐ来るみたいどっちかというと、自分が決めたこと、もしくは自分のな。中の想像してる世界うん、観とか、うまあ、こうん、やってやってこうかな、みたいな、うん、その、どっちかというと疑問というよりは、まあ、自分の歩み方みたいなことに対してのリアクションが早いってことかな。それが成果として出る出ないじゃなくて、それは道だよとか、それは君と一致してないよみたいなのが、なんかものすごくこう、早くリアクションとして何かしらの形で現れてるような気はする。それ言われてみれば確かにそうかもしれないですね。うあんん。まり意識してなかったけど、ここ最近、なんて言うんでしょう。自分がこうしたいなって思ったことを、なんか急にアイデアがあって入ってうきん。て、それをやってみたら、もしかしたらいいかも、みたいうんなのうんうとか、ん。結構ありますね。連そう日。そうそううそん。うん。で、逆に繰り返し、もう、それじゃないよねっていうリアクションが明らかに返ってきてる事象に対しては、うん。もう確実にこう、距離を置くというね。うん。置かざるを得なくなるみたいな感そう、もうせっかくサイン来てるのに、それを無視したらどんどんそのリアクションは強くなるわけだよね。じになりますね。うん。あのね、僕もとある、なんていうの自分の事業に関して、うん。ちょっとこう、夢のある話を聞いたんだああ、ようんうんね。うん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 もうこんなに稼げんじゃないみたいな話を聞いて、うん。それはなんか、ちょっと若干気持ちはこう思うじゃないね。うんうんういいね、そんれと思えば、いきなりすっ転んで、ね、スマホ壊しうん。て、うん。で、ね、膝打つみたいな。で、まあ、もしかしたらそういうことかなって思ってたけど、またちょっと別の時になんかその話をこう蒸し返したらね、う今度ん。はベッドから降りる時にね、爪ぶつけて、ね小指の爪剥がれるみたいなね、ありましたね。あったでしょもうあんなのちょっと話した2日後ぐらいだからね。いやー、早っ。早いよ。もうそれもだからもう露骨に、その時って本当にそのね、1日2日は、もう妙に足の指ぶつけるのよ。うんパクッあっちでもこっちバクってやって、うわー、痛い、またやっちゃうみたいな。まあ露骨だよね。だからもう完全にその道はないんだ。うんうんうん。うん。やっぱり自分の生き方としてはもう、例えね、ば、うんうんうん。IUO では、セラピストにはオステオパシーのセミナーを、一般の方にはお話し会という形で、肉体、心、魂の世界をお伝えしております。もし、私たちの地域でもやってくださいというね、熱い方がいましたら、概要欄の方からメッセージをお願いします。お待ちしております。とその、例えばですよ、うん、まあ、仮に、アッキー先生が、うん。その道に、そのまま突き進んだとしたら、はいはいはい。その、行ってはいけないというサインがあった道に、そのまんま、いやいやって言って行こうとしたら、どうなると思います？まあね、初回が膝をま折たっ飛て、んだ。飛んでんの今。すごいな。この話しちゃダメなのかな。まあ、仮の話しすぎてあれなのかな。でもまあ、想像してほしいのは、えっと、ね、1段階目の注意が膝打ってスマホ壊れるでしょ。うん。で、2段階目が、爪剥がされるでしょ。うん。なんか拷問チックになってってるよね。いや、確かに、もう怖いっすよね。そう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 。で、話したからあんまりしない方がいいんじゃないってことだと思うんだけど、今なんまあかそ2こ回連ま続で、で、ね、そこまですればさすがに気づくでしょうと。だまあ、そうですね。そう、例えば、過去、ね、今月の頭の時にも話してると思うけど、ここ過去何年かの、振り返りもちゃんとしてっていう話でいくと、例えば今僕は筋トレをやってるんですね。うん。で、振り返れば2年前に骨折をしてて、要はそれはちょっと運動にね、力を注ぎすぎて楽しくなっちゃって、うんうで、んお前そんなことしてる場合じゃねえよな骨折をしたわけですよ。うん。だからもう今はもう30分って決めてるんですよ。うん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 どうしたって楽しくなっちゃうから。うん。だからもうこの30分という枠から外れないっていうこのルールをね、守るとうんうか。だからん毎う日やんってますよ。うん。で、そう言って、必ず、このね、自分で、こう、体験してきてしまった、ある、ね、確実にもうそういう流れがあるなら、それうを大ん事にして、自分の中でルール化をして、うん取り組むってことも大事になるし、うんうんあとはね、今日本当に話そうと思ってたけど、ずっといっぱい喋っちゃったんで、はい。最後に、言うとしたら、結局人間ってやっぱ同じところを結構ぐるぐる回りやすいのよ。うんまあ、ループ化というのかな。うんうん例えば一つのことをクリアしましたと思ってても、うん結局似たようなことに取り組んでたりとか、うんうんううん。ん。だから、もう完全にもう片方の道を閉ざしてしまうみたいな、うんその勇気を持ってほしいかなと。うんだから全振りする。もう自分がこっちじゃないのかなと思ったらもう、こっちにもう全部振る。こっちの道うがあんるっていう、例えばさっきの話もそうだよね。寺家くんが、あたかもこっちに行ってたらって話したじゃん。はい。どうなると思いますって。でもこっちの道なんてだからないのよ。うんうんだから電波飛んだのもかうもしれないんだけど、そもそも選ばない。そう、もうだからそもそもの過程の話すらない。過程の話があるってことは、その道があるってことになっちゃうから、うんもう過程すらいらない。うんうんたらればもうゼロ。ああ。ただ、今目の前にある道を歩んでいくという、うんうん。まあ、それぐらいある程度絞られてる人も多いんじゃないかなと。いや、そうですね。うんもう、もう他にないもんな。うん絞られてしまった、もう後戻りできない感はもう、7月、8月で思いましたので。うんで、まさにそこで、今のものを抱えながら来年を迎えるので、うんうんうん。ね、残り、今月もあと2週間ぐらいかな。ぜひね、もう1回でも、もう2回でも見直して、うん。よりクリアにしとくっていうのは、悪いことじゃないと思うし、うん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 。うん。じゃあ実際なんで、ね、お前今日はドクロを胸につけてんだよみたいな。うん。っていう意味もあったりするじゃない。うん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 。これもね、今、ね、何を進めてるか、どういう自分であるかみたいなうん。意思表示なんですけど、うんうんうん。これあれですよ、懐かしい、2年前に走ってる時によく着てたポロシャツなんで、あ、なるほど。はい。今しみ感が。でも、その頃とは違うぜと。そういう、こう、裏のメッセージを隠されて、もう表に出ちゃそうそうそう。すぐ表に出してあがるからね。う。確かに確かに。隠せない。確かに確かに確かに。まあ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 。まあね。そうはい。はい。というわけで、非常に、こう、お話ししながらの回でしたけれども、うん。身になる回でした、今日も。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。ということで、皆さんいかがでしたでしょうか。でも、一つでも気づきがあったという方は、高評価とチャンネル登録、よろしくお願いします。今日はここまでです。ありがとうございました。またね。